公認会計士とは会計の専門家である。各国の制度によってその業務の範囲と比重は異なるが共通して会計監査を独占業務としている。その他に経理業務やコンサルティング業務、税務業務も行う。公認会計士の主な業務である財務諸表監査は財務情報が適正に表示されているかどうかについて、 独立した立場から意見を表明するものである。これは、上場会社などの社会的に影響力の大きい会社に義務付けられている。その意義は、虚偽の財務情報によって投資者や債権者などの利害関係者が損害を被ることを防ぐことにある。財務諸表監査が行われないとすると、証券市場を投資家が信任することができなくなり、経済の活性化が阻害される。 その意味で財務諸表監査は経済の発展にしており公認会計士制度は重要な経済インフラであると言える。こうした公認会計士の役割はしばしば資本市場の番人と呼ばれる。財務諸表監査を行う公認会計士は比較的大規模な会計事務所に所属して活動する。また最近では会計に関する助言、立案及び 経営戦略の提案などのコンサルティング業務が公認会計士の業務として重要になってきている。最高財務責任者や最高経営責任者などの経営者の職に就く者もいる。日本における三大難関国家試験のうちの一つとして位置づけられる。日本の公認会計士制度については公認会計士を参照。公認会計士制度を完成させたのはイギリスである。 以前の簿記は基本的に現金主義であくまで現金や債務再建及び在庫の記録のみに終始した。ところが産業革命に伴う資本投資及び在庫の拡大、さらには金融業の発達に伴う貸借の複雑化などから発生主義会計が重視されるようになり、減価消却などそれまでの簿記に含まれていなかった概念が登場し、 会計処理の需要が急増した。当初は専門職として成立していなかったが、19世紀に至ると会計士が専門の組合、会計士協会を形成する。1853年にスコットランドのエディンバラで成立したエディンバラ会計士協会は1854年10月23日に国王より直興を受け、ここに世界最初の公認会計士が誕生した。 さらに、株式会社が資本主義において重要な位置を占めるようになると、会社の経営人と所有者の分離が起こり、企業の株が有価証券として市場で取引されるようになる。結果として、これまでは内部資料に過ぎなかった企業の会計資料がこれらの有価証券の公正な価格の基準として公共性を帯びるようになる。 前述のエディンバーラ会計士協会の会員であるウィリアム・クイルターは株主が監査を行うことを不適当であるとし監査の独立性を強く主張する。その後、イギリスでは株式市場に上場する企業の財務書表に関する適正性を証明する監査業務に関しては公認会計士に独占的業務権が法的に与えられる。公認会計士は財務書類の監査や証明を 主な業務としている。業務の性質上、監査対象からの独立性を確保することが求められており、監査、証明業務と一部の業務の同時提供は禁じられている。公認会計士の業務は、監査、経理、財務、コンサルティングに大まかに分別される。日本では、税務業務に関しては、税理士の独占業務となっているため、税理士登録して、 税理士となることにより初めて行うことが可能となる。また最近ではこれに金融と IT 関連業務が付加されている。公認会計士になるためには、監査事務所に見習いとして就職士資格試験を合格して、監査人としての業務を行うことが典型的であった。しかし最近は、監査業務の延長としてのコンサルティング業が、会計士の業務に大きな割合を占めるようになってきた。 実際に世界4大会計事務所の業務収入の内訳を見てみると監査収入が3分の1ほどで残りの3分の2は企業相手のコンサルティングから得られているこのことを反映して海外特に英米での公認会計士の最終試験の内容も大いに変わってきている例えば米国では会計士事務所よりはむしろ大企業や政府に所属して会計、財務、 経営計画などの中核メンバーとして働いているものの方が多い。概算で4割は会計事務所で監査業務等に、従事6割は事業会社や観光庁の経営職として最高財務責任者さらには最高経営責任者といったポストにつく。イギリスの公認会計士の最終試験は例外なくケーススタディである。試験の1月前に、 格空の会社の資料を渡され、試験の開始直前に与えられる経営問題に対して会計学及び経営学を駆使して回答するという内容である。経営問題は企業買収、新市場に参入、節税対策など多岐に及ぶ。英米の会計士団体は公認会計士の資格を MBA の上位資格として位置づけようとしている。日本においては、 公認会計士は監査の業務に集中する。これは日本では公認会計士の資格の保持者が極端に少ないことと会計士と別の税理士の資格が存在すること。さらに、監査以外の業務で公認会計士が収入を得ることは外部監査の独立性が損なわれる可能性があるため法律で制限されているなどの事情による。また、日本においては公認会計士よりも 基礎となる母規の資格を企業の社員が習得して他の業務を行う場合が多い。日本国外、特に欧米では、監査法人で多数の企業の会計を扱った後、民間企業に経理、税務、あるいは財務担当の専門職に甘くなる、あるいは投資銀行などの金融機関で企業査定の専門家として転職する、コンサルティング会社に就職するなど多彩なキャリアが、 存在する。日本国外の公認会計士の資格は、日本の公認会計士の資格と簿記の資格の中間に、あると認識するとその業務内容の多彩さが理解しやすい。日本において、2005年までは公認会計士、試験合格者に、会計士保という資格が与えられていたが、2006年1月1日に施行された改正公認会計士法により、2006年度以降は、 会計司法の制度は廃止された。ただし、改正法不足の規定により、公認会計司法改正前から会計司法であるものについては、公認会計士の補佐を行うことのほか、会計司法として独立して、公認会計司法第2条第2項の業務を行うことができる。また、税理士登録が認められるものは公認会計士であることから、他で、 税理士登録要件を満たしていない限り、会計士法は税理士業務を行うことはできない。現在は公認会計士試験に合格した者のうち、公認会計士となる資格要件を満たしていたないものは公認会計士試験試験合格者と呼称される。監査、証明業務とも呼ばれる。この場合は、オードットアシャーレンスと英語で表記され、 監査と証明業務という関連する二つの業務を指す。監査とは、ある事象、対象に関して、一定の基準に照らして、証拠を収集し、その証拠に基づいて何らかの評価を行い、評価結果を利害関係者に伝達すること。これが、会計学においては、財務会計の基準に照らして行われる、監査証明業務と管理会計の基準に照らして行われる、 業務監査に分かれる。会計証明業務とは、他人の求めに応じ報酬を得て、特定の基準に沿って、財務書類の監査及び証明を行うことである。ほとんどの国でこの業務は公認会計士が行わなければならないと法律で定められているだけで、なく、株式市場に上場している企業においては、公認会計士による会計監査を受けることが法律で義務付けられている。 また、日本の公認会計士は、独占業務として、財務書類の監査、証明業務を行える。一方の業務監査とは、組織体の経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、経営所活動の遂行状況を検討、評価し、これに基づいて、意見を述べ、助言。 韓国を行う監査業務及び特定の経営諸活動の支援を行う診断業務がその本質とされるものである。この中で一般の会社員に最も身近なものは社内での不正、背任行為に関する調査である。証券業においては末端の社員が数百億円の資金を毎日動かすことができるため業務監査を怠った企業が 数千億円の損失を被るなどして倒産するなどのことが時折起こる。またコンプライアンスを徹底し不祥事を防ぐなどその役割がある。日本では業務監査は社内の人員が行うが、日本国外では業務監査を会計事務所などの第三者に委託して客観性を高める場合もある。監査、証明業務は公認会計士のキャリアの基礎となる業務である。 公認会計士の卵は大抵大規模な会計事務所に勤務して監査証明業務を行うのが普通である。この場合、最終的には監査法人の従業員から社員になることをキャリアとして目指す。業務内容としてはどの業界の企業の監査を行うのか、さらに監査対象の企業の規模によって異なる。当初一部上場企業でも、 日本国内で活動するだけの企業と他国籍企業の監査は規模に大いに違いが出る。監査法人の社員になると単に監査を指揮するだけでなく、監査契約獲得の営業が大きな部分を占めてくる。かつては営業能力の有無が社員の出世の分け目となることもあった。近年、このような監査営業によって、監査法人の独立性が損なわれているのでは、 内科との批判がなされており、受注審査などの品質管理が強化されるようになった。これにより、社員としての営業能力の有無は、かつてほど、重要視されなくなったと言われている。公認会計士は、監査だけでなく、経営全般に関する深い見識を顧客に示す、ことが要求される。会計学においては、財務会計と対応なす管理会計を基礎とする。 経営工学にも通じ、主として会計情報を経営管理者の意思決定や組織内部の業績測定、業績評価に役立てることを目的としている。また、予算の編成にも大いに関わる。欧米では工学技師や情報技師、あるいは企業で財務や営業部門で経験を積んだ者がキャリアアアップの一環として会計士の資格を取得した場合は、その後、 管理職に再就職する場合が多い。また雇用側の企業が墓器あるいは会計士の資格を社員に取らせる場合もある。また海外では管理会計に特化した公認会計士の資格も存在する。代表的なのがで直居管理会計士あるいは公認管理会計士と呼ばれている。これらの会計資格でも監査権限を有する。海外の軍隊の経理証拠などはこの資格を有する。 ことが多い日本でも公認会計士の開始格として、監査権限を持たない企業財務会計士の制度を導入することが検討されたことがある。これは2000年代後半に公認会計士、試験合格者を3000人台に増加した結果、監査法人に就職できない待機合格者問題が深刻化したため、当時の民主党政権下において考案されたものである。 この制度は、当時野党であった自民党、公明党の反発により導入が見送られ、公認会計士の待機合格者問題が解消された、現在においてはこれに類する資格制度を新設する、議論は立ち消えとなった。それぞれの国の税法に基づいて、税務代理、税務書類の作成及び税務に関わる相談に乗る。これは法律に関する知識が相当量要求される。 また弁護士などと競合する分野で多国籍企業の税務は会計士として一番複雑で難しい部門であるとされる。また日本では会計士と弁護士の資格習得が極端に難しいのであまり考えられないことだが欧米では公認会計士としての資格を取得した後弁護士の資格を取得して税務に特化するというキャリアも存在する。オーストラリアでは 小学士と法学士の両方を4年で取れる学科も存在する。また、独占業務としての税理士が存在するのは日本、ドイツ、オーストリア、中国と韓国だけであるが、他の国でも税理士協会は存在する。例えば、イギリスでは、チャータードインスティチュート・オブ・タクゼーションが存在する。この協会の制定する試験に合格し、一定期間の業務経験を積めば、税理士となる。 ただし、日本などと違い税務に関する独占業務権を持たない。しかし税務は複雑な業務であるため企業や監査事務所の税務部門及び国税庁の官僚は大抵この資格を有する。キャリアとして監査法人で働いた後一般企業の財務担当者に転籍するか、企業の経理あるいは財務部に就職した後、簿記や会計の資格を段階的に合格して、 公認会計士となった赤月に条件がさらに良い職場に転職する場合とがある。転職で特に政府関連企業先の財務部に監査担当として就職した場合は高収入が得られるキャリアとして知られている。また、一般企業において財務部に配属された場合は何らかの簿記会計士の資格取得のために専門学校での学費の手当がある。近年、 多額の負債を隠蔽して倒産された、言論の財務部門では、監査法人であったアーサー・アンダーセンから天下りしてきた会計士が元のアーサー・アンダーセンの監査士の総体として働いていた。このような悪例があるにしても、監査法人の業務によって得られる税務、金融に関する知識は多大であるため、例えば、イギリスの上場企業の CFO のほとんど全員が、 公認会計士の資格を有する。上場企業では会計士の資格がこの部門では管理職への出世の最低条件である場合がほとんどである。アメリカにおいては過去20年間に会計士の資格を有さない MBA 保持者が CFO になることがしばしば見られた。しかし、これが最近のアメリカ実業界で起こった一連の会計スキャンダル及び企業倒産の一因では ないかとの批判が起こる。前述の演論の場合、企業格付けが高かった絶頂期には簡単に融資が受けられたため財務がおろそかにされ、不正が発覚した後に、前任の財務担当者がクビになり新しい財務担当者が就任した時はどれだけの財務が、どの日に支払い期限になるのかも正確に把握していないようなお粗末な内容であった。これを受けて、 上場企業会計改革及び投資家保護法において、財務責任者の最低一人は会計士の資格を有してなければならないと定められた。このため、将来的にはアメリカでも CFO は会計士の資格を有する者が占めるようになるであろうと予測されている。金融は財務と裏表の関係であり、企業の財務担当者として就職する代わりに、 投資銀行などの企業で投資先の査定などを専門とする業務に就職する。この場合、会計士の資格取得後にチャータードファイナンシャルアナリストやサーティファイドインターナショナルインベストメントアナリストなどの証券アナリストの専門資格を取得する。また金融関連の会社では CFO を経験した後に CEO に出世するなどのキャリアも存在する。会計とは 英語で計算あるいは勘定という意味であることからも、わかるように、もともとから企業情報の明細、分別が基礎にあり、このことから会計士は、橋は明細書から、優価証券報告書まで、企業の書類の把握と分類に、業務の性質上から深く関わっている。このことから会計士の業務としての経理業務の延長としての情報管理業務が存在する。この業務の誕生は、 IT 産業の発生と、ほぼ同時期の起こりその起源も意外と古い。世界のコンサルティング会社の大手であるアクセンチュアも、もともとは世界五大会計事務所の一つであった、アーサー・アンダーセンの分社であり、アクセンチュアの起源は、アーサー・アンダーセンの顧客であった、ゼネラルエレクトリックが1953年に、自動給与支払機の導入についての採算性の調査を依頼したことにある。 この調査の結果、ユニバクアイの導入が決定され、その後の GE の自動給与支払い機の導入プロジェクトを指揮したのがアーサー・アンダーセンの一員であったジョー・グリコフでアメリカで最初の企業用電算機の導入を成し遂げる。後に GE の会社運営全般の IT 化を指揮し、ジョー・グリコフは IT コンサルティングの父と呼ばれている。監査会社を起源とする。 コンサルティング会社が IT 関連の企業コンサルティングの分野で目立つのもこのためである。欧米においては企業の情報管理システムの機能の設定と構築は会計士が行いそのプログラミングを情報技師に委託するなどの場合がある。日本でもシステムエンジニアが顧客の企業側と交渉を行う場合の相方は経理部門の人間であることが多い。また欧米の学位では 情報工学の学部生が単位の半分を会計学部の学科から取り、その後で企業 IT の専門家として銀行やコンサルティング会社などに就職するなどの例がある。会計士は監査業務に携わる関係で膨大な数の企業の経営、財務に関係するだけでなく管理会計の知識により経理、財務、企業法務にも精通しているため、 当然にコンサルティングが副業となる。日本においては公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調整をし、財務に関する調査もしくは立案をし、または財務に関する相談に応ずることができる。これは公認会計士法の2項に基づいているので、通称で2項業務と呼ばれている。ただし、自己監査は、監査に秘図の方言の通り、 他の法律においてその業務を行うことについて様々な制限が設けられている。1990年代には世界五大会計事務所における利益の半分がコンサルティング業務から得られるという状態になり特にアメリカでは監査が監査対象企業のコンサルティング業務の副業のような状態になり監査法人の独立性が著しく損なわれたと指摘されている。 2000年代初頭に起こった一連の会計不祥事の後は、監査会社のコンサルティング部門は別会社として分化されている。ただし、会計士が監査法人でキャリアを積んだ後、別のコンサルティング会社において管理会計などの知識を駆使して、財務、経理、金融、経営、IT のコンサルタントとしてのキャリアを積むことは多い。この場合によく見られるのは、会計士の資格とともに、 IT 関連や証券アナリストの資格、MBA や稀に弁護士の資格を取得することである。この中で特に多いのは会計士と MBA の掛け持ちである。英国においては公開会社の初期役になり得る資格として、英国の弁護士であるまたは認定されていることや、指定された公認会計士団体や直居初期士管理士協会の会員であること等が定められており、 会計士や弁護士が会社総務の最高責任者になることが稀にある。イギリスにおいては法務、総務、経理、財務などの業務に全て専門の国家資格が存在する。また日本では弁護士にしか許可されていない破産管罪人の業務をイギリスやアメリカなどでは会計士が行うことができる。イギリスなどでは破産管罪人のほとんどが 弁護士でなく公認会計士である。資産の処理消却及び破産後の経営再建には弁護士よりも会計士の方が適役であるからである。公認会計士に相当する職能資格による監査制度は証券市場における投資家からの直接金融制度には欠かせない制度であり、多分に共通要素がありながらも各国における経済諸事情を反映して個々別々に発展している。 他方、経済の国際化と情報通信技術の急速な発展に伴い、改定基準と同様に国際的コンバージェンスが課題とされることがある。詳細は、公認会計士制度あるいは次に掲げる個々の職能資格を参照されたい。公認会計士制度を完成させたのはイギリスである。産業革命に伴う機械投資で減価償却など、 それまでの母規に含まれていなかった概念が登場し、会計処理の需要が急増した。当初は専門職として成立していなかったが、19世紀後半に至ると会計士が専門の組合、会計士協会を形成する。1853年にスコットランドのエディンバラで成立したエディンバラ会計士協会は1854年10月23日に国王より直挙を受け、 チャータードアカウンタントという資格を与えることになった。これによって、世界最初の公認会計士が誕生した。英国のイングランドでは1880年に、イングランド及びウェールズ直居会計士協会が続けて、直居を受ける。しかし、直居会計士の団体は、その設立当時は、シティオブロンドンの会計事務所などの金融会以外の、 会計士の入会を拒むなどの排他的な会員制で上場株式会社の監査業務を独占しようとしたために他の会計士の集団から猛反発を受ける。また、設立当時は監査に業務を限定したために企業の経理や財務などの業務に関わる会計士の集団が他の団体を作ることになり、これによってイギリスでは会計士の団体が乱立することになる。初期には 地域や業務に特化した会計士の団体が数十存在したが地域団体の統合や会計業務の変化による組織の消滅や統合を繰り返し現在は下記の八つの公認会計士が存在する。直挙は王室のお墨付けを意味しこれを受けるということは単なる認可団体以上の存在であることを意味する。それぞれの団体ごとに資格試験、 および資格習得に必要な実務経験の内容が異なるが一般に世界最古であるスコットランドの直居会計士の資格の習得が一番難しいとされている。以前は赤だけが直居の称号を有する会計士団体であり上場企業の監査を法的に独占していた。また、ロンドンの証券市場が事実上の国際金融の 中心であることやイギリスの著名な会計学者が同時に直居会計士であること、さらには設立が世界最古であることなども相まって直居会計士は世界の会計士の中でも別格にみなされることもある。さらに国際会計基準審議会はもともと赤が中心になって始めた企画であり、現在の会長と副会長は両者とも赤の直居会計士である。 赤取得に関しては、イギリスの4大会計事務所に勤務し、3年間のトレーニング契約の間に15科目の試験を合格することによってのみ取得可能。3年以内に赤を取得することが、監査部門に残ることの条件とされている。一方で、イギリスでは、会計業務の執行は原則として自由なので、素人でも会計し、死を名乗ることができる。また、イギリスの 直挙認可会計士制度は法令による単一団体の独占でなくあくまでも特定の基準に達した会計士団体が国あるいは王室から認可あるいは直挙を受けるという制度であるためにそれぞれの会計士団体が自らの勢力と地位を向上させるべく会員数及び財界での影響力の拡大を目指すという内情になっている。ただし世界四大会計事務所などでは 監査業務は未だに直居会計士の資格保持者が独占しており、業界内での差別化が存在する。また赤は赤の会員の会計事務所に見習いとして勤務している者以外は資格試験がないという排他的な制度をとっている。しかし近年はこの河川状態にも変化が見られる。まずこれまで小規模で乱立していた会計士の団体が赤に対抗するために統合などにより、 勢力を増したこと。さらに赤の監査の独占を嫌う財界の企業が他の会計士団体にも法的な監査権限を与えることを働きかけたため赤の対抗組織として組まれたロンドン会計士協会が1930年に法的な監査権限を獲得。さらに会計業務の多様化及び専門家から管理会計や内部監査や 税務や公共財務などの新しい専門業務に特化する会計士団体が赤の直居会計士の会計事務所の副業に食い込んでいる。さらに管理会計協会や公共財務会計士協会も法的な監査資格を習得した後に直居を獲得している。特にロンドン会計士協会はイギリスの他地域の直居会計士以外の会計士団体を吸収する形で拡大。 1971年に名称を公認会計士協会に変更。1974年には、イギリス女王より直居を受け協会名を、Association of Chartered c ド r t Fied アカウント直居公認会計士協会と改め直居公認会計士という資格を与えることになった。悪化はもともと赤の排他性に対抗して設立された経緯を反映して、 資格試験の受験資格も低く大卒以外にも公認会計士になることができる制度を設置している。赤で特筆されるのは他の会計士団体は別々の専門業務に特化するという形で監査に特化する赤に対抗したのに対して赤は逆に業務に特化せずに海外進出による拡大戦略を取ったことである。まず会計士の育成制度が整っていない。 英国連邦の途上国に働きかけ、税務及び商法に関する試験を国別に設置するなどしこれらの国で悪化の資格を国内資格として認可されている。その後に EU で専門資格が相互認定されることになると EU 諸国の会計士専門学校で悪化の学科の設立を働きかけ、 イギリス以外の国での直居公認会計士の資格保持者の数を増やすことに成功している。世界の会計基準の統合に伴い、現在では英国連邦国だけでなくヨーロッパ、アフリカ、カラビア諸島国家、カナダ、中国、ベトナムなどの国で法的にその資格が認可されており、事実上の公認会計士の国際資格となりつつある。この悪化の交流に対抗する形で過去に、 直居会計士と直居管理会計士と直居公共財務会計士の団体の統合が何度か企画されたが過半数の会員の合意が得られずに頓挫している。森高だが公認会計士業界が直面する課題とその対応会計、監査の基盤強化へ向けて金融庁、市場の番人としての監査法人、ありがとうございます。